日本のゴルフ界に風穴を開ける先鋭的バラエティゴルフ武勇伝。精度の高いプロダクツで数々のツアープロたちをバックアップする GMA の代表として長年にわたりプロたちをコーチング。また音楽レーベルバトルクライサウンドのプロデューサーとしても活躍を続ける岡崎康宗が今週もナビゲート。真剣勝負、そしてやや辛口なトークにもご期待ください。 Hey, brother. ゴルフ武勇伝。今月の舞台は東京都心から車で60分のオールフラットなチャンピオンコース。緑と水と光があふれる平川カントリークラブ、名門メンバーコースでの戦いです。はい、おはようございます。おはようございます。もう関西弁はつかなくていいね。使ってなかったですけどね。そう。武勇伝初関東進出で、はい、やっと東京進出。東京進出ということで、今日は千葉県の平川カントリークラブ来ておりますけど、ゲスト呼んでないですよ。え、はい、あ、ゲスト終わっちゃう。いいんじゃないの。ダメですよ。じゃあうちは高橋、はい、神山高志プロです。お願いします。おはようございます。お願いします。ゴルフ武勇伝には久々の登場。近年は故障に泣くものの、そのポテンシャルは折り紙付き。神山高志プロ。あと誰かいたっけ。いないです今。ごめんごめん。井上誠プロです。おはようございます。お前なんで手袋はめてくるんだよ。打つ気満々。打つ気満々で何を握手求めてるの。銀座コース。え、あー、銀座コース入ってる。一昨年にはメジャーの舞台を経験し、新たなステージへ。今季復活の時だ。井上誠プロということで、平川で楽しくまた今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。平川カントリークラブでの記念すべき一ホール目はドッグレッグの10番、565ヤード。さあ始球式です。ツアーを支える名物キャディーたちも今月は関東勢。アシスタントは宮下優子が担当します。一ホール目です。ホール目ですね。565ヤード、パー5です。そんなにあんだここあります。左ドッグレッグのロングホールです。グリーン手前100ヤード付近からグリーン奥までの右サイドは OB となってますので気をつけてください。誰、高志いいですか。一応ここ地主なんだからよ。はい、よいしょ。よいしょ。お願いします。神山プロのティーショットです。なんかお前高反発みたいな音してんなそれ。じゃあ、あとっす。バンカーじゃないの。バンカーっすね。キャリーでバンカーだよ。キャリーでバンカーだよ。あの色の変わってるところに斜めの向こうに受けてるとこ。すっごいね。いや、よろしくお願いします。ちょっと音がエグかった。なんでお前うちのバイザーかぶってんだよお前。それどこのドライバー。もういいって。それどこのドライバーよ。なんで俺らアンダーマン着てんのお前だけ。そのフェアリーパウダーってなんだっけ。よろしくお願いします。天使の粉。天使の粉です。井上プロのティーショットです。はい、お願いします。やっぱりあれだね、振りがシャープだね。シャープだね。いや、てかお前腰痛い腰痛いってうちの会社のコンペ不参加でなんで今日来てんだよ。お願いします。立山プロのティーショットです。お願いします。さあ、みな、たかし、はい、お前それ絶対に変わらずだろお前。なあ、いやルールないですよそれは。この会社に対して失礼ないいことだから。カムイ。そうなん、うん、で音消すのは簡単だから。そうなん、発泡入れればいいんですもん。発泡入れろよ。なんでですか。これで威圧するんですよ年取ってくると。すげえ音だな。お願いします。岡崎コーチのティーショットです。いや久しぶりのゴルフだわ。痛い。セーフ。痛い。セーフセーフ。腰痛い。あーひどい。手は痛い、腰は痛い。
あーひどいな。もう岡崎コーチ残りは400ヤード余り、早くも先行きに暗雲が。神山プロはバンカーからのセカンドショットだ。はい、岡崎コーチクラブは7番アイアンです。岡崎コーチの2打目です。あそこから結構先あるんだったかな。大丈夫だよな。だけどな、これ全然抜けてるべ多分。あれ最後なんか音がします。カキンコキン言った最後。いい球だったけどな。女子ツアーいつも撮ってんの、ね、女子ツアー出てんの。いや、あのカメラをこうそうですって時は立って、違うよって時はこう、そう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 ね。女子ツアーどう、楽しいですか。そうですか、みんな性格いいですか。そう、太陽光には触れないだろうね、うん、了解了解。神山プロクラブは6番アイアンです。神山プロの2打目です。ケース、はい、井上プロクラブは3番ウッドです、はい、井上プロの2打目です。あー左じゃんこれ。いや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 、ラフやばいとこ行った。250ぐらいですね。あそこやばいんだよ、すなち。立山プロ残り260ヤードです。クラブは3番ウッドです。立山プロの2打目です。おい狼少年力みすぎたよ。力道山狼少年空手チャップ。あれもう引退したの。引退してない、カメラ振ったね今。岡崎コーチクラブは6番アイアンです。岡崎コーチの3打目です。お、うまい。あー、ふっかかんない。ちょっとまあいいや、はあ、腰痛い。薄いのですよね。5月で55だからな、もうダメだよ。イノちゃんいくつになったの。イノちゃん知ってるこの人。女子ツアーでよく自分の首振らない、カメラ振らなきゃダメなんだ。イノちゃん知ってる。イノちゃん有名でしょ、うん、ね、ほらイノちゃんスマイルスマイルスマイル。いい年こいて何やってんだよお前。乗っちゃった今。乗っちゃった乗っちゃった。もうやめよう。いや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 。神山プロ残り159ヤードです。クラブは7番アイアンです。神、はい、山プロの3打目です。オレンジャー。あららら、行ったと思ってた。あららら、ゴルフうまいの、うん、でなんでそんな女子プロみたいな格好してカメラ来てるの。初めて見たね。岡崎コーチ残り130ヤードです。クラブはピッチングです。岡崎コーチの4打目です。うまい。あー弱いや。ナイソンです。9番冬飛ばないんだね。立山プロ残り63ヤードです。クラブは3度です。立山プロの3打目です。おれナイソンです。それどこ14のやつ3度 GMA。 嘘でしょ。ほんとほんと。お前やっぱり愛車精神あるね最近ね。そうそうそうなんですよなあ、はい、次愛車精神のないやつ取ってくれる。みんなありますよ。いや全然愛車精神ないあいつで、何を言ってもピッチングでいこうかな。だから GMA のピッチングで転がしていこうかな。
井上プロ残り53ヤードです、はい、クラブは3度です、はい、井上プロの3打目です。ナイスオンです。ありがとうございます。井上プロ53ヤードのアプローチを鮮やかに決めてバーディーをほぼ確実とした。立山プロも2メートル以内といったところ、これはなんとか仕留めたい。4月の13日に西城秀樹の鼓動っていうアルバムが出るんだよね。俺プロデューサー売れなそう。もう2700枚も予約入ってんだわ。これ入ったな。これすんげえよく喋んな。あれ最近あれですよね、スモール、こう昔みたいキャーンっていうのが全然なくなってきた。ひどい。こっちまで来るべきだよね、やっぱりね。ここ相当受けてるね。いいんだよ別に。神山プロのバーディートライです。これ弱いんじゃないのこれ。硬いね高志。あんなもん2メーターオーバーするぐらいビシッと打たないとって自分に今言い聞かしてんだ。名前なんていうんだっけ。どっち、お前より年上だよ。お前森谷さんだろうよ。森谷どっち曲がんのこれ。かしこまりました。左インサイド、立山プロのバーディートライです。あ、すげえ目してるね。55歳。うわーすげえ。これを入れてパーです。ナイスパーです。ナイスじゃないよ。すいません。岡崎コーチのボギーパットです。あれ切れる。はあ。これを入れてダブルボギーです。うるさいよ。岡崎コーチダブルボギーです。なんでそういう時だけ噛まないで言うんだよ。しっかり。本当にもう。神山プロのパーパットです。ちっちゃいねそのヘッド。どこのそれ。増田ノブ。増田ゴルフです。あ、増田ゴルフね、はい、ノブが作ったんかと思う。いやいやいや、あいつ作れない。あいつ作れない。井上プロのバーディートライです、はい、すいません。ナイスバーディーです。すいません。スタートホールは井上プロがバーディーでホールアウト。ナイスアプローチでした。関東地方初の舞台となったここ平川カントリークラブは、今回のゲスト神山隆志プロのホームコース、そして井上誠プロもまたよく知る名門コースです。さあどんなゲーム展開となることやら。止まれ宮下。あ、やっぱりちょっと小田さんとカメラに向かって喋るんだよ。なんでこれ違うのって。結構相手募集中でアブネ。いやグリーン出てた。11回目の春を迎え、新たにロケーションを関東に移した当番組ゴルフ武勇伝は、これからも真剣勝負だけを皆様にお届けいたします。さあ今週の2ホール目は11番、まっすぐに伸びた427ヤードのパー4。今日のグリーンは右側です。武勇伝関東進出、はい、一ホール目でバーディーを取った男が一人。素晴らしいです。ティーショットテーラーメイドドライバー、セカンドショットテーラーメイドスプーン、三打目ボーケー、ね、パターオデッセ。うちのクラブ一回も使ってねえじゃねえかよ。 OB はないです。 OB ないよ。まっすぐだよ。もう説明なんかいらないよ。
コーチがいいんだって言ってやれば、はい、427ヤードの427だってよ、はい、緩やかな下りのパー4です。クラブ使ってないコーチ使ってるってまだドライバーお前ここテーラーメイドでセカンド多分 PS だろ。いやタイトリストのピッチングで、でパターテーラーでまたバーディーじゃん。ありがとうございます。お願いします。井上プロのティーショットです。ドライバー作ってもらえば、はい、ジャンボさんにしか作ってくれなかったから。マコ用に。あまた PS じゃん。いやいや、いやバンカーだから9万円ぐらいで。お願いします。それまたパキューンっていうの。いや、そんな言わないと思いますよ、これは。神山プロのティーショットです。ちょっといない方がいいね。やばい、すごい音するね。だけど曲がり少ないよな。少ないですね。マジで、うん、いいの。すげえ曲がり少ないと思う。カムイ、はい、いいな。カムイ、カムイって北海道なんだわ。北海道寒い。お願いします。立山プロのティーショットです。うえあれでも本当飛んでる、これ。嘘でしょ。ナイスショットです。楽しくなってきちゃった。めてもゴルフはこっからやね。これがないと面白い。これいいな。カムイ行ってみます。カムイいいな。お願いします。岡崎コーチのティーショットです。お、ショー GMA もいいな。全然飛んでねえや。あー、ひどいな。あー、いたいた。立山プロは310ヤードのビッグドライブでただ一人フェアウェイをキープ。井上プロはバンカーからの2打目となります。神山プロ残り154ヤードです。クラブは7番アイアンです。神山プロの2打目です。どうしようかな。あららら、あいつあんま調子ひどいね。岡崎コーチ残り152ヤードです。クラブは7番アイアンです。岡崎コーチの2打目です。ちょっとアゲンストだよね、はい、すげえいい音、すげえいい音。おお、うわ入る。おお、ナイスオンです。すごいね。すごいね。40-50センチ。あー宮里愛みたいだね。よしよし、はい、井上プロ残り142ヤードです。クラブは9番アイアンです。はい、井上プロの2打目です。いやー左だ。下手だね。そ社長の道はと下手ですよね。ピンが117ヤード。何回切るんだよ。打っていいの。もううるさい。ピンが117。117。目を止まんないかお前ら。すいません。立山プロの2打目です。おわあ。つま先上がりに負けた。なんかドライバー飛ぶとアイアンも飛び出してくる。かわいい笑顔だねそれ。え、名前なんていうの。清水です。清水、はい、下の名前は千秋です。千秋、はい、千秋っぽいね。え、神山プロクラブは3度です。神山プロの3打目です。あ、入った。惜しい惜しい。なんでこうやってカメラクルーってユニークな人材が多いのかね。そうやったらタッチそっくりじゃん。
ほら、え？似てるって言われない？あんま言われない。たまに。岡崎コーチ、目の覚めるようなショットでバーディーを確実にした。神山プロはなんとかパーをセーブしたいところだ。高橋早いの？まあまあ早いね。まあいつもの速さでもないんじゃない？宮下打つよ。はい、お願いします。立山プロのバーディートライです。早いよ、やっぱり早いよ。だから俺の危ないっつったべよ。ナイス。俺のラインかなと思ったんだから。お先どうぞ。立山プロ、これを入れてパーです。アッマークね。アッマーク、アッマーク。井上プロのバーディートライです。ナイスバーディー。あ、お先どうぞ。あ、マーク。お先です。すみません。根性ねえな、お前。これを入れてパーです。何ドキドキしてんだよ。井上プロパーです。ちょっと静かにしてもらっていいですか。ガチャガチャ。もう55歳だぞ。ああ、そう。冗談。神山プロのパーパットです。ナイスパーです。パー、パー、はい、パーです。岡崎コーチのバーディートライです。なんか武勇伝でこんな地形バーディーパッドドキドキするな。え、外れろ。ナイスバーディーです。ナイスバーディー。外れろ。立山プロのパーパットです。ナイスパーです。はいどうも、はいどうも。はがきをいただいております。男性40代の方からいただいております。2015年の女子ツアーは過去最高の賞金総額、男子ツアーもオリンピックに向けて盛り上がりそうですね。皆さん今年はどんな目標を立てられていますか、といただきました。辛い質問だね。辛くないね。コーチのアドバイスをよく聞いてそれを実践するだけですよ、はい、ちょっと太った？何キロ？3キロぐらい。3キロぐらいですね。マコもちょっと太ったよな。ちょっとですかね。2キロぐらい太った。ちょっと太ったかもしれない。立山ちょっと太った方がいいと思うよ。すごい痩せました。ああ、本当になんか見てて貧相。イケメンになりました。あいわ。ね、コーチにもお願いしてるんだけどね、うまくならないね。俺はメンタルコーチだ。お。やっぱゴルフはメンタルなんだ。だってあのタイガーウッズでさ、イップスになるんだよ。イップスったらメンタルの部分じゃん。3人とも置いていく一方なんだから、やっぱりなんかやっぱり精神的にグッとなんか持って戦っていかなきゃ仕方ないんだ。信念持つものは持って、やっぱりあとは柔軟にだよ。芯は変わらず、その周りの部分は少しこう柔軟にね。立山くん大変ですね。考えれば考えるほどね。ということでまた来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。ゴルフ武勇伝はインターネット無料動画ヤオでも配信中。いつでもお楽しみいただけます。番組へのご意見ご感想もお待ちしています。さあ皆さん音に注目。おお。春を迎え、プロたちもいよいよフルショットでガチンコ対決。次回も千葉市郊外平川カントリークラブからお届けします。お見逃しなく。ブルドッグカントリークラブ。顔ちょっと映しちゃったよ。もうブルドッグみたい、中濃ソースみたいな顔してるでしょ。ねえ、高橋、来月も貸してくれよ、またここへ。一回やだ。ふざけんなって。